石川栄次郎石川栄次郎9月15日から1959年9月9日は大正から昭和にかけて活動した日本の土木技術者実業家名古屋伝統大道電力日本発送電の3社を通じて基礎川などでの水力開発に従事戦後は中部電力副社長ついで電源開発理事に就任し 佐久間ダム建設工事に関わった、愛知県出身。石川栄次郎は1886年9月15日、石川久米三郎の長男として、愛知県碧海軍長崎村育山に生まれた。父が名古屋市に出て、米屋を開業したため、7歳の時名古屋市へ転居。幅下小学校、愛知県立第一中学校を経て1907年に、 名古屋高等工業学校土木課に進む。中学、高校の後輩、大西英一とは、一生の友人となった1910年卒業と、同時に、定心省臨時発電水力調査局に入る。同局は、当時の定心大臣、後藤新平が、省内に設置した河川調査機関である。6月、石川は、名古屋市局に配属され、まず、 八は川の調査に取り掛かった。続いて長良川、木曽川、日田川、伊び川、宮川、串田川、雲津川と調査を進め、中部地方の河川を踏破した。この水力調査局は5カ年計画で河川調査を実施する予定であったが、大臣が交代したので方針が変わり、行政整理のため3年目で廃止となる。そのため石川らは予定を切り上げ、 東京の本省にて一年がかりで報告書をまとめた。土木工事担任者として建設に関わった大久保発電所水力調査局廃止後は低新省を辞め名古屋の電力会社名古屋電灯株式会社に入社した。同社では当時福沢桃介が1913年に常務取締役翌年に社長となって経営を掌握しており、 電源開発の体制を整えるため、各方面から人材を引き抜いていた。水力調査局名古屋市局の主任技師で、石川の上司であった杉山久志も1913年に同社へ入社しており、杉山の紹介で1914年2月に石川も入社、東京から名古屋へと戻った。名古屋伝統では新設されて間もない臨時建設部に配属された。 臨時建設部は当初、主任の杉山久氏のほか石川や藤波治など、合計4名が所属するのみの小さな組織であった。主たる任務は、建設済みの八尾発電所よりも、上流側の基礎川開発で、水利権の出願や、実施計画に関する調査を担当した。1914年9月、八尾発電所改良工事の主任となったのが石川に、とって、 初めての現場経験であった。1917年3月、名古屋電灯が、静波,波水力の推理権を獲得すると、静波,波発電所建設の担当となり、現地に入る。同発電所建設に関連して、工事用の吊り橋、対、鶴橋の設計を行った。しかし、同年9月、大久和発電所建設の担当に転ずるよう指示され、 現地に入り実地調査を始めた。大桑発電所は、翌1918年10月に着工され、1921年3月に、竣工する。建設工事に際し、石川は土木部門の工事担任者の一人となった。大井ダムと大井発電所大桑発電所担当中の1918年9月、臨時建設部が新会社基礎電気製鉄に分離され、 新会社が開発を担当する一方で、名古屋電灯は廃電に特化するという体制に変わっていた。さらに、基礎電気工業と大阪送電、日本水力の3社が合併し、1921年2月に福沢桃介を社長とする大道電力株式会社が成立した。石川は大道電力の所属となり、大桑発電所の完成後は、 桃山発電所建設の担当となっていたが、名古屋電灯が浜松の天竜川水力電気を買収することになったからということで1921年6月、天竜川開発担当に回された。静岡県側の地点での水利権獲得に動き、実地調査などを行うものの、天竜川開発を行う新会社の設立が不況により断念されたため、 翌1922年7月、一転してアメリカ合衆国でのダム研究を指示された。1922年11月にアメリカサンフランシスコへ到着。アメリカのダムを視察して回り、翌1923年6月に帰国した。当時、大道電力では、大井発電所及び大井ダム建設の最中であり、石川は帰国後直ちに、 大井発電所へ派遣された。大井出張所の次長に就任し、土木部門の工事担任者の一人となる。難工事の末、1924年12月に大井発電所は竣工した。大井ダム竣工後は、基礎川にて計画中の発電所の調査設計を命じられる。しかし、大道電力の発電所建設は1926年に落合発電所が完成したのを最後に、 しばらく中断された。1927年、石川は、木曽川、支流稲川に目をつけ、稲川に発電所を持つ、製紙会社からフ都工業からの電気事業買収と、発電所の新規建設、及び、これを管轄する新会社の設立を企画する。この企画は、大道電力の入れるところとなり、翌1928年11月に稲川電力、 後の基礎発電株式会社が発足した。設立に際して、石川は、同社取締役に就任し、同社の建設工事を主催することとなった。笠木ダム1931年になると不況による、業績不振のため大道電力社内では、整理が実行され、石川は、名古屋支店所属であったがに、大阪支店公務課土木係主任となり、大阪に転勤となった。 一旦建設部門は縮小されたのであるが、会社構成の一環として1933年より発電所建設を再開すると、翌1934年5月には、公務課土木係が強化されて、石川を課長とする土木課として独立した。同年7月、木曽川笠木発電所建設のため笠木出張所が現場に開設され、石川は、 土木課長と兼務で所長に就く。笠木発電所は石川を土木部門の工事担任者として着工され、1936年11月に竣工した。続いて木曽川根覚め出張所長に就任。笠木と同様石川を土木部門の工事担任者として、根覚め発電所の建設が始まり、1938年9月、竣工するに至った。 1937年6月、大道電力取締役に選出される。最終的に同社では、取締役公務部次長兼土木課長を務めた。金山ダム1938年4月、電力の国家管理を目的とする、電力管理法が交付され、国策会社日本初送電株式会社の設立が、決定した。同年9月、同社設立準備事務所の開設とともに、 石川は事務所に入り、被発の設立準備に携わる。一方、大道電力は被発へと資産負債一切を異常し解散することを決定したので、翌1939年3月30日付で、石川は大道電力取締役を退任した。1939年4月1日、電力管理法に基づき発送電事業を経営する、被発が発足する。 出力5 0 0 0ットを超える新規の水力発電所建設は非発が一手に引き受けることとなり、そのうち大阪、京都、三重、愛知、岐阜の五府県及び長野県基礎川筋の開発を管轄する部署として中部水力建設事務所を名古屋市に設置。館内では大道電力から計画を引き継いだ金山ダム、時和ダム、三浦ダムの建設がまず始められた。 日発に移った石川は、この中部水力建設事務所の所長に就任。金山ダム、三浦ダムの建設事務所の所長も兼任した。日発の気候改革により1943年12月、中部水力事務所は、建設局名古屋出張所に改組された。石川は名古屋出張所長に就任する。翌1944年5月2時に選出され、 戦後批発が解散するまで役員の一人となった。さらに1946年4月、東海支店長に就任した。佐久間ダム第二次世界大戦後の1951年5月1日、電気事業再編成令に基づき批発東海支店と国策配電会社中部配電を再編成し、発送電と配電を一貫経営する新会社中部電力株式会社が発足した。 取締役会長に、海藤金目作り、取締役社長に、井上五郎がそれぞれ選任され、石川は、横山道夫とともに、取締役副社長に選ばれた。石川は副社長に就任するとともに、同社電源開発本部長も兼任した。副社長となったのは、井上が、チューブの電源開発は、基礎川開発の実績がある石川に任せたいと、 考え推薦したためという。電気事業の再編成が行われた当時は、全国的に需要が供給を上回る、電力不足の状況にあったので、中部電力は発足直後に、電源開発本部を設置し、電源開発計画の策定に着手した。1951年10月には、中部電力電源開発の基本計画を発表し、日田川の朝日ダム、大井川の伊川ダム、 天竜川の佐久間ダムなど大容量貯水知式発電所を中心に5カ年で合計92万キロワットを開発するという開発計画を打ち出した。電気事業再編成に続いて翌1952年9月16日電源開発促進法に基づく特殊会社として電源開発株式会社が発足。同年10月中部電力が開発を計画していたが 進捗していなかった佐久間ダムを電源開発にて開発することが決定した。12月には佐久間建設所が設置された。各して電源開発に引き継がれた佐久間ダム建設計画であったがダム建設が行われる佐久間地点というのは石川が福沢桃介の命で1921年に現地入りして調査していた地点で被発倒壊地点時代も その開発を主張していた場所でもあった。電源開発の手に渡ったものの、石川は、理事待遇の職宅という形で、中部電力副社長在任のまま佐久間建設所長となり、工事の陣頭に立つこととなった。翌1953年4月、佐久間ダムの本工事が着手された。1五十三年五月十九日付で、中部電力副社長を辞任。 一方同年6月4日付で電源開発理事に就任した。電源開発に移籍したのは、佐久間ダム建設の責任者を外部の人間に任せることに問題視する声が出たためで、中部電力では技術監督の取締役に下がった。同年11月、大規模ダム建設のための技術研究を目的に、電源開発、中部電力、関西電力の3社によって、 アメリカ視察団が編成されると、石川は団長となり、自身にとって30年ぶりとなるアメリカ視察を行う。翌1954年2月帰国。帰国後の3月、渡米中に建設所長事務扱いとして、代理を務めていた長田年に、佐久間建設所長の座を譲り、本社に移って、それまで副総裁の新藤部財門が兼任していた土木部長に就任した。 佐久間ダムは、その後1955年12月より、ダムの淡水を順次開始。翌1956年4月に、佐久間発電所が出力25万キロワットにて営業運転を開始し、福ダム完成後の9月からは、出力35万キロワットでの運転を始めた。この間の1956年5月29日付で、石川は電源開発理事を退任。 翌日付で、中部電力取締役からも退いた。その3年後の1959年9月9日、中部電力顧問罪人のまま、愛知県森山市の自宅で死去した。万72歳没。ありがとうございます。